はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト4ガイデン続けやっていきたいと思います。前回ね、スフィーラさん入りましたということで、お金もだいぶあるんだけど、爪とか売ってるよね、ここね。売ってんだけど高いよね。あ、手に入れたね。でも1個、あ、やっぱこれが手に入ったんだ。2300、たまんないかな。人食いサーベルって100なんだ。でもなんかレアなのもいっぱい入りますよね。はい、じゃあちょっとね、コナンベリーの方行けって言われたんで、ヤマークの村からだね。まあ、こっちの板は敵強くなると思いますけどね。大ミミズがすべちっちゃく感じるけどね。もうアホみたいにでかい大ミミズとかね出てきたら笑いますけど、まあ、わかんないですからね。何があるかわかんないからね。ここだね。あれ、調べなんだよ。ああ、やるやだね。この先は強力な魔物が出て危険です。特別な通行許可証がなければ投資することはできません。武闘大会で勝てる人なら心配ありませんが。あ、なるほど、武闘大会に勝てる。ってことはエンドールですね。4人いるからエントリーできんね。勝てる人でなければって1回勝てばいいのかな。やっと挑んでみましょうか。どんなもんか分かんないけど、ここは、あ、いけないんだね。舞踏大会参加の申し込みですか。はい、初めての方ですね。闘技場のルールを説明させていただきます。対戦のルールは人間4人対魔物4匹の対戦です。魔法道具装備の制限はありません。対戦は各ランクごとに3戦ずつで全勝でランクアップです。 2,3 戦目で負けた場合でも次の挑戦は最初からです。上から順に SABCD クラスとなっていて D ランクからの挑戦となります。ではラミア様、選手登録を行います。はい、参加希望の方はそちらで受付で登録してください。でしたよ。はい、D ランクですね。 D ランクは300ゴールドですが、よろしいですか。はい、早速登録します。はい、登録が完了しましたので左の係員にお話しください。5分を、まあまあね。今回の試合は D ランク、すげえな。いきなりここに飛ばされるんだね。それでは早速1回戦を開始します。お、そうだ。あ、ドラケ5の音楽でね、しかもドラケ7の敵だね、全部これね。あ、やっぱこういうのあんだ、面白いね、やっぱね。スクルトとかで、あ、力貯める、真空技、防御力無視してダメージ。これに勝てなければダメだってことだもん。あ、やめて。中魔獣、カタカナ。ピグモン。え、ピグモンって。え、名前ちょっと違うぞ、ちょっと待って。ピグモンって何だろう。そこまで、勝者ラミアス、オーナインという形ですね。知らねえの出てくるね。知らねえのっていうかドラッケ成分。おお。妖怪軍か、キブゲータ。しびれまいまい、カタカナだね。
カップペンギン。あ、間違えた。ああ、ホイミやろうと思ったね。力を貯めている。あ、次で勝てますね。これ勝てばいいのかな。はい、そこまで勝者ラミアス。じゃあ D ランク最後の試合です。頑張ってください。なんかレベルアップの音が聞こえなかった。おー、待て待て待て、何？天の弱、ベンガルクーン。ベンガルクーン色違うね。おー、バブリン、フュージ。エキラ、真空ギリ、回しギリ、ギラ。あ、やべ。セラス早いからね。驚きすくみ上がった。ミスんなよ。あ、やべやべやべ、自爆した。まあ行くんだよ。そこまで勝者ラミアス、おめでとうございます。見事3連勝したラミアスさん、 C ランクに昇格です。商品として力、あー、はいはい、さらに1万ゴールドが贈られます。ラミアスはセバスに賞金を渡した。あ、そうなんだけど、 C ランクですね。あ、入ってやっちゃった。え、ちょ、待って待って、これさ、あれば、あのモンスター図鑑とかあんのかな。だとしたらさ、自爆したのってあれ意味なくなっちゃうのかな。バブリンって出てくるのかな。ちょっともう一回やろう、気になる。やっぱレベルアップの音鳴ってるよ。あれ絶対自爆するのかな。一回やった、もう一回やったんだけど、すぐ自爆されたんだけど。貯めるってやったらさ、攻撃力上がんない、ね。これが嫌なんだよ。オルゴが眠ってしまったって出たもんね。あ、眠ってて隙間上がってる。やべやべ。あー、そっか、2人寝てる。いやー、もううざ。あー、自爆する。いやー、自爆しないで倒したいんだけどな。あんだ、すくみ上がってるとか睡眠とか、これ本当にやめてほしいんだけど。いや、まあ倒せたことは倒せたんだけど、ちょっとすんなりね、行きたいからちょっとレベル上げんだけど、今さ、あのここで戦ってたらね、さまよう鎧出てきてさ、落とした。これ逆だ、ほら、攻撃力がすっげー下がるけど、これ2つ装備したらどうなの。呪われはしないじゃん。だこれでさ、え、なんか微妙だよな、これ。素早さがすごい下がんね。さまよう鎧、今ここに出てきてさ、さまよう鎧落としたからね。呪いとかはないんだろうけど、なんかちょっと呪い属性みたいな
ものはあるよ。2ぐらいちょっとレベル上げていったらいくらか楽なんじゃないかなと思って、どっちみちレベル上げると思いますんで。しかも装備品もね揃えたら、まあバブリン爆発しないでいけるかな。図鑑とかないと思うけどな。あ、出た。これ手も足も出なかったからね。いいね、お金もいっぱい持ってるよね。全員18超えぐらいまでやってみっか。それで装備品さえ整えてしまえば案外いけっかもしれないよね。ここにだって宿屋あったでしょ。これもなんか特別なの持ってそうだけどね。もう100ゴールドぐらいかかんじゃない。これちょっと検証したいんですけど、75か。これをさ、あー変わんないか。プテラノドンとサンドマスターとさまよう鎧まだ出てきてないよね。うわー強っ。口笛とかってなかったんだっけこれね。まあまあこの右にもなんかありそうですしね。なかなか上がんないね。あ、でももうちょいだね。ベホイミとか覚えちゃえば結構楽だと思うんですけど、あとスクルトがあればねだいぶ違うんですよ、ね、だからホイミスライムとか連れてても出れないんかな。あれ、あ、コドラギラが全体ってすごいよ。とりあえず武器は変えます。うん、まあ鉄の槍が強いからね。よし、はい、サソリアーマー出てきた。まあどっちみちこの先今回行こうとしてたんで、あの闘技場終わってね。あ、覚えた。ベホイミ格闘場か武術大舞踏大会か。それでこの先抜けたらまあ村が1個あると思うんですよ。そこまで行こうかなと。多分そこの間にこいつら会うと思ったんですよね、このモンスターたち。スフィーダだけ上げていこうか。2個ぐらい上げようと思ったけど、まあもうベホイミを覚えれば十分だね。お金も結構貯まるし、あとまあ爪1個変えれば
一番いいんですけどね。でも買えるもんね、普通に。あ、敵出てもねえし。じゃあちょっと2回戦勝つぐらいまでやっちゃおうか。はい、ということでレベルアップの音とともに、セラセラやばい、あー眠らせられたらちょっと嫌だからな。自爆する？あ、よかった。 OKOK、 いけました。まあ、普通に倒したかっただけね。自己満足。はい。まあ1000ゴールドで次いけるみたいなんだけど、とりあえずお金がないからね。まあ余裕で勝ちました。で、セバスがお金もらったんで、まあこれを届けるんでしょうけどね。回復してないの？あ、全開してる。薬草はカエルフル88886488。よし、じゃあこの先に行って、多分いけと思うんだけど、ダメか、王様に話さないとダメなんかな。いつ難読何が入るかわからないから、ね、そう、モンスター特有のものを落とすっていうのがまた面白いよね。これとかサンドマスターのムチとか特別な休憩、どうすることできません。え、闘技場で D ランクを勝ち抜いてる？それなら大丈夫でしょう。お通りください。あ、そうなんだ。え、口約束じゃねえけど。アネール、あ、やっぱあるね。アネールね。アネールまで行ってやめようかなと思ってさ。お！コドラも仲間入るんだ。へえ。行った瞬間イベント起こんないよね、これね。へえ、コドラ仲間入りですね。はい、温泉の町アネールようこそね。リバスト、英雄リバストの町といっても、数年前から水しか湧かなくなって観光客もめっきり減ったの。さあ、セーブがどこにある？セーブ場所だけとりあえず行って、次回ここ回ってもいいかな、ね、教会はここだろうね。はい、ということで今回これ終わりたいと思います。まあ、そうなんだけど、アネールあるよね。あいつ名前なんて言うんだろう。コドラ面白いよね。コドラが仲間入るってすごいくない？モンスターズ以来だね。ドラドラ
は炎と霊気に耐性があるようだ。おお。ということでね、ガーデンブルグに向かわなくちゃいけないんですけどね。はい、ということで今回断りたいと思います。じゃあね、無事 D ランク買ったんですけど、まだ C とかまた、ね、変わったの出てくるんですよね。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターを流してあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。